皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。12月の10日日曜日です。そうよ、もう12月も10日を過ぎました。あと3週間で2023年は暮れてゆきます。早いね、もうね、年明けたら早いよ。もうあと2ヶ月後にはキャンプ中盤なんて言ってますよね。2ヶ月後2月10日ですよ、単純計算で。そうでしょう、オリックスバファローズ宮崎キャンプもいよいよ中盤に入ってきました。第3クールですとかって言ってる頃よね。考えたら2ヶ月あっという間です。だって今から2ヶ月前って10月10日って言ったら、ちょうどオリックスのレギュラーシーズンが、終わった頃ですよ。あれ10月9日だったと思うんでね、最終戦がね。早いな。さてこのオフは、このカズチューブでは今年1年のベストゲームを振り返ったり、最近はちょっとこう背番号の系譜をやっている。みんながあまりあのベストゲームもう出尽くした感があってあまり興味なさそうなんで、むしろ最近これやってくださいっていうの多いのはこの背番号の系譜なんですよ。なぜかこれね、あの一度僕あのビーズタイムね、昔やっていた、何年か前に2シーズンないし3シーズン続けていた背番号の系譜という企画があったんだけども、あれでもね、今ちょっとあのアップデートしながら、あれもう一回なんかで一冊にまとめたいねと思いますね。結構な、量があると思うんで、まあでもビーズタイム一月に1回発行していたとしたら、1年間に6もしくは7つ出るわけでしょ、7冊、それは2年でもまあ12、3にはなるでしょ。まあまあの量になりますよね。さあどんな感じになるんでしょうか。まあそれともかく、背番号の系譜です。1、2、3からいただきました。阪急ブレーブスの代打の神様といえば高井康弘さんですが、高井さんの背番号は25番でした。25番の系譜を、お願いしますということで、25番やりましょう。まず近鉄の方からいきましょうか。1975年、あ、ちなみにこの、毎回申し上げておりますが、この背番号の系譜も僕が知りうるところで、僕が語れる、ところなんで、大体70年代からスタートになります。その辺はご了承くださいませ。その前もあの誰でしたということはお伝えできます。調べればすぐ分かりますから。でもそれに関してなんかコメントということになってくると、僕はそこでコメントを挟めませんので、大前が振り返る背番号の系譜は1970年代からということになりますのでご了承くださいませ。近鉄1975年から88年、これ長いシーズンですね。14シーズンにわたって25番つけたのは、もうこれはね、僕も近鉄の25番といえば一番初めに思い浮かぶのはこの方、吹石徳一さん。吹石さんですよねえ、吹石和恵さんのお父さんです。そうですね、内野手、渋い働きでしたね。うん、和歌山南部高校の出身ですね。25番吹石さんね、あの現役上がられてからも、まあ、コーチされたりとかってありましたし、あとあのノンプロ社会人の日本新薬の監督も務めてらっしゃいました。まあ、長い間野球に携わっていらしたいらしている方ですね。それからその吹石さんが88年までつけていたその25、1989年にはドットソンっていう外国人、覚えてるわ、ドットソンね、あのつけてました。で90年から96年にかけては内野手の足立俊也さん、あ、足立さんね、主にショートを守っていらっしゃいましたけどもね、つけていました。そして1997年から2000年にかけてはクラークね、えフィル・クラーク、ね、25番、なかなかあのパワフルなバッターでしたね、クラークね。それから2001年から2005年、2004年の、まあ、近鉄最後まで、最後の25番は、パウエル投手ですよね。やっぱりこのパウエルはそのまま、実はオリックスバファローズになっても2005年は、ジェレミー・パウエル JP という登録名で、1年やってますよね。さあそして阪急の方に行きますよ。1964年から68年にかけて、これは70年代からスタートと申し上げましたが、この選手に関しては僕はあの非常に印象に残っておりますので、あえて64年から68年のスペンサーね。いやー、もうあのなんていうの、日本の野球を変えたというね、メジャーリーガーでした。背番号25番、あのちょうど阪急ブレーブスがあの縦縞のユニフォームでね、今年のオリックスさんのサードユニ、のようなデザインのユニフォームで、
ブレーブスというね、筆記体の文字が入っているユニフォーム、かっこよかったな、スペンサー。68年に退団するんだけども、その後、1969年から70年にかけては、実はスペンサーの後、山田久志さんが25番を実はつけていらっしゃるんです。これ知らない方多いね。その後もうすぐに17番になって、まあ、山田さんといえば17番という、イメージ強いんだけども、当初入団から2シーズンは25番をつけていたアンダースローということになるわけです。でね、71年と72年は一旦退団したスペンサーさんが高知県人で帰ってきた。で、まあ、この時に僕はね、やっぱりよく見ていたのね、スペンサーさん。で、後から知ったんだけども、その前にも実はスペンサーっていうのはいて、まあ、日本の野球界で例えばセカンドへの、まあ、最近は禁じられておりますが、例えばゲッツーを阻止するためのスライディングね、野手に向かっていくスライディングなんていうのはスペンサーがね、やっぱりやってましたということを聞いたことがあります。で、71年72年がスペンサーさんが戻ってきて高知県人で、背負っていた背番号ですね。そして1973年から82年にかけて、123が、頂戴したように高井康弘さんが、実はつけてるんだね、この25番を。で、当初ね、35番だったのよ、高井さんは。で、まあ、代打の神様で27本の代打ホームランを打つというね、素晴らしいバッターではあったんだけども、あの高井さんの話は後ほどゆっくりとしたいと思います。今回のメインなんでね。で、高井さんの後、83年から91年にかけては、キャッチャーの藤田博正さん、新人王も取りましてね、もう阪急のキャッチャーはもうここから10年はいらないよって言われた、キャッチャー藤田さんがいた。で、藤田さんも怪我しちゃったんだね。で、そこで出てきたのが27番、後に27番を背負う中嶋監督ですよ。ねえ、中嶋さんがまた高校生で入ってきて、すぐに早い段階で一軍デビューを果たすわけよ。ねえ。で、藤田さんが91年まで25番を背負っていた。92年から94年にかけては、勝呂さん。で、藤田さんが巨人に移籍したのね。で、巨人から、来たのが勝呂さんでした。名手勝呂。ね、この時はだからショート小川博文さんと勝呂さんっていう感じ。そこに馬場ちゃんもいたね。すごい内野陣でしたね。今馬場さんは阪神のコーチですよね。で、勝呂さんでしょ。で、95年と96年は平塚さん、あ、梅さんですよ。太陽から入ってきて43番を背負っていたんだけど、95年96年は25番を背負って平塚さんね。平塚さんも後にタイガースに移っていらっしゃいますね。今タイガースの球団のフロントの方に入っていらっしゃるのかな。まあ、一時スカウトもされていましたね。で、97年から2004年にかけてのいわゆるブルーウェーブ最後の25番が佐竹学さんね。1997年入団だから、あの時は谷さんとか塩崎さんとかで、この佐竹さんが、まあ、ドラフトルーキーだった。つまり2連覇した後の、ドラフトで入ってきた選手でもありました。そして2005年にオリックスバファローズになる、まあ、最初は JP パウエルが背負って、2006年は秋番になった、ね。2006年は秋番、2007年が、アレンって、覚えてます？僕は全く記憶にはないんだけれどもね。そうなんだよね。で、その後2008年2009年は向井雄一郎、向井さん今カープのバッティングコーチですね。46番から25番に変わったシーズンがあった。で、そして、2010年途中にトレードがあって、向井さんと長谷川さんっていうピッチャーが来たのよね、広島から。で、長谷川投手が、2010年途中から、実は背番号25番を背負っていた。そして2012年ルーキーの佐藤達也投手が25番ということだったんですよ。で、皆さん、あれ、たっさんは15番でしょと思ってらっしゃる方いるでしょう。実はね、あの佐藤達也さんは入団して最初にもらった背番号が25番だったのよ。ね。でも、その後に獲得が発表されたイデホ選手が25番を、まあ、希望したというところで、その25番をイデホ君に譲って、で、たっちゃんは15番になったから。だから最初当初25番で入団はしてきてるんだけども、それを背負わずに15番でデビューをするということになる。これまた面白いよね。
そんな感じでございました。イデホ選手がだから2012年2013年、25を背負って、その後ね、10番に変わっていくんだね。で2014年と2015年が竹原選手ね、左投げ右打ちの大砲竹原、竹原直也、僕は好きでしたけどもね、で竹原も最初26をつけていたんだけども、2014年2015年は25番を背負った。で続いてなんだけれども、2016年と2017年は外国人が背負うんだけど、ミッシュとか覚えてる？全然僕覚えてないんだけどもな。まあそういう選手がつけて、で2018年から、西村選手が、西村亮ね、僕が大好きな選手だった、今ね、また社会人として頑張っていますけれどもね、西村亮好きなバッターだったな。で彼がつけていた。でそして2023年去年からは内藤、今年からは内藤豊選手が、つけるという25番。内藤さんなんかはやっぱりちょっと大物打ちなんでね、かつ25番背負った井出穂さんとか、ね、体型もそうだし、で高井さんね、それこそ、代打の神様高井さんになんか体型的には似てるのかなっていう感じは、しますけれどもね。でその高井さんっていうのはね、その代打の神様って言われていたんだけども、もともとはそのバッティングが良くて、で、ファームの方でね、背番号35番時代のファームの方では首位打者を取ったりとかってタイトル取ってるんだけど、なかなか一軍での数字が、起用もされなかったんだけどもね。でそれが晩年になって、彼は活躍、代打というところで、活路を見出すんだね。で、高井さんとは本当に1990年代になってからラジオ関西の解説をずっとされていたので、一緒に仕事することもあったし、よくお話しする機会もあったんでね、高井さんにいろんな話聞いたんだけども、高井さんとにかくもう勉強研究熱心というところで、メモマンだったの。とにかく何でもメモに取って、相手のピッチャーの癖を、見つけて、代打なんてね、例えばレギュラーっていうかスタメンだったら4打席の中でさ2本打ちなさいとか1本打ちなさいっていう世界だけども、彼はその代打の1打席にかけていくわけですよ。ということはもうその一発勝負で結果を出さないといけないという厳しい世界、代打は。でそこでもう彼の研究熱心というところでね、大体ピンチヒッターなんで、試合の出てくるのは試合の終盤とか後ろの方でしょ。で前半何をしてるかっていうと、ベンチにいてもしょうがないっていうんで、彼はベンチを出て西宮球場の、ちょうどベンチを出て、ネット裏の方の通路に行くとね、後ろに部屋があったので、そこはグラウンドよりも少し低いところにあって、ちょうどグラウンドの、顔のあたりがちょっとグラウンドの高さ、ちょうどね、ネット裏、そんなところにあって、そこに行くんだけど、あんまりそのユニフォームを着た選手がうろうろするのもダメなんで、彼はそこでユニフォームからトレーニングウェアとかに着替えて、目立たないようにして、その後ろの部屋に行って、正面から相手ピッチャーの癖をずっとこう盗むように研究をしていた。気づいたこともメモに取ってというところで、彼は本当にピッチャーの癖を見抜く天才だったと思います。福本さんもピッチャーの癖を盗んで牽制球をかいくぐって盗塁を重ねていったという話聞いたことあるんだけど、高井さんも同じでした。で高井さんはそのピンチヒッターで出る出番が来るまではネット裏 その別室に行ってね、ユニフォームからトレーニングウェアに着替えて目立たないようにして、そこでちゃんと相手ピッチャーを観察していたわけです。でそういうこともあって、彼は1972年のオールスター戦ですよ、後楽園球場、9回ピンチヒッターランナー1塁で、ここで松岡弘投手、ヤクルトのエースから、内角の難しい低めのボールをすくい上げてレフトへ、逆転サヨナラホームラン、オールスターでの代打逆転サヨナラホームランはそれが初めてだったそうなんですけども、もう難しいボール見事に打つのね。であれは内側のシュートのボールだった、シュート系のボールだったんだけど、彼はもう松岡弘投手のリーグは違ったんだけど癖は知っていたそうですね。でそれをもう見抜いて、もうその時によし、これはシュート、インコースシュート、少し体を開いてバットを出してホームランを打つという、そんな話を聞いたことがあって、とにかくずっと見ていれば癖が分かるんよっていうふうに教えてくれましたね。本当にすごい気さくなおじさんで、高井さんが大好きだったんだけど、残念ながら2019年だったかな、お亡くなりになりましたね。そうやって
僕に野球をいろいろ教えてくださった方がどん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 この世を去っていくという寂しい、まあ、僕はもうそれで年を取ったということではあるんだけども、素晴らしいバッターでした。代打の神様、という高井さんが背負った25番について、今日は振り返っていきました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございます。